え、会話できます？会話できたりします？あー、ダメじゃん、ダメじゃん、全然ダメじゃん。来るなってこと？いや、そんなことでもないよね。だったら来るなって言うよね。割と来るなって言うもんね、このゲームね。ねえ、言ってくれるはずなんだけど。ほら、ほら来た、ほら来た、ほら言って。なんか聞こえる。走り抜けたい。なか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 。あぶねえマジ。いやー待って、三人。三。いや待って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 。ペロペロー暗黒茶でーす。ということで、今日も今日とて、ゼロ月ハミの仮面をやっていきましょう。ルカちゃんかい、ペペロ。ってことで、例によってこの何もない場所で中断したわけですが、いやー、万葉が拾うかな。そんな都合よく拾わないと思うんだけどな。またあの人ね、あれ、咲夜さんなのかね。なんか、画面にノイズがかかって、今なんか、ポワンってったけど。あれでもアイテムの反応、今、フィラメント光んなかったよね。ねえ、昨夜さんとおぼしき、女性に襲われたら、はっ？え？どうも。黄色だよ。これ戦闘になっちゃう。あれさっきさ、この人浄化っていうか、なんか、ねえ、やられるシーンに、なんかムービーが入った気がするんだけど。対応に立つ女。え？会話できます？会話できたりします？あー、ダメじゃん、ダメじゃん、全然ダメじゃん。しかも普通にまた戦闘するっていうね。おー、あー、いや強いな。あ、でも、激強いわ。めっちゃ削った。お、近い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 。トライアルが欲しい。トライアルめっちゃ便利だった。あ、近い。当たる？よしよしよし。いや、壁付近だとマジで当たらない時あるからね。え、つか戦闘多くね？マジ。またやり直し嫌だよ。え、なんであの人待ってたんだろう。来るなってこと？いや、そんなことでもないよね。だったら来るなって言うよね。割と来るなって言うもんね、このゲームね。ねえ、言ってくれるはずなんだけど。ほら、ほら来た、ほら来た、ほら言って。どうしよう、どうしようか。あ、もう咲いてしまえばいいっつる。あれ待って、今フィラメントが、あれ反応した気が、あれポワーンって光った音もしたけど、なんかどっか別ルートあるのかな。割と素直に消えてくれた。あー、びっくりした。あー、もうびっくりした。人ね。あ、さっきの反対側だ。だよね、多分ね。調べる。顔を隠した仏像のようなものがある。あ、ほんとだ。隠したつうか、お札ベタベタやけど。どっち行けんのこれ。あ、これがさっき光ったアイテムかな。あ、びっくりした。もう、あ、強化レンズゼロだ。え、こっちも？え、どっちが強いんだろう？間違えた。ねえ、強化レンズ。除霊能力の高い特殊撮影を行います。どうなんだろうね。激も強いけど、あれかな、消費量が激しいってことなのかな。ゼロにしとく？あ、激かゼロかどっちかっつったら、もうせっかくだからゼロにしとく？それより、トライアル欲しいわ。ゼロね。
どうなんだろう。あー、どっち、こっち行き止まり？行き止まりはいいんだけど、でも急に後ろから敵が来るとかは嫌なんだよね。あ、光った。ん？はい。そろそろゴーストハンドバイセンが。あ、もう影ビビるなって。マジ影ビビるなって。これは帰るとき大丈夫か？走る。ああ、大丈夫だった。で、こっち？ずっとこれ流れてきてるのは水だよね。なんかもやが立ち込めてるけど、温泉じゃないよね。ちょっとなんか温泉だと癒されるんだけど、そんなことは多分ないよね。すげえ冷たそうな気がする。ん？階段が上がる？いや、来ないで。はい。何も起きない。いいよ。いいよ。そろそろセーブが欲しいです。セーブが欲しいです。切実に。でも、ゲームって、割と、30分ぐらいで、こうなんだろう。あ、なんだ？何か起きたり、セーブできたりっていうポイントがね、ちゃんとね、割と用意されてるっていうね。親切設計。調べる。大きな祠の中央に面が祀られている。あれもアイテムの花あったよね。こっちじゃない。ん？そっち。え、ここ、なんだろう。あ、っていうかさ、今思ったけど、地下のさ、進んでない道もあったよね。なんか閉じ込められた場所。調べる。老月神楽鑑賞記、古い書物を拾った。月森と呼ばれた巫女に付き添われて、老月神楽を鑑賞し、遮影機の試し撮りを行う。老月神楽は、里神楽の中では非常に大きなものだ。静かな舞から次第に荒々しいものに変わり、神楽が最高潮に達すると、興奮のためか、酩酊が極まり、気を失う者も出てくる。神楽の際に、月歩きという病になる者が現れる。月歩きというのは、月物の変節なのであろう。神楽にて、脱魂し、御霊を迎えた後、自分の魂が戻りきらない。もしくは、戻った魂が、変化したために起こるのではないのか。月森の巫女も月やすい血筋にあたり、神楽の際には修行をして臨むらしい。月森の巫女の伝承を聞いたが、実に興味深い。人は死者から見ると音の塊に見えるという。その音を月の音と言い、人は皆、それぞれ異なる音を持っている。月の音は人と鳴りを表すようなものなのだ。不思議なことに月の音はその人が怒れば高まり、迷えば揺れ、悲しめば低くなるが、音自体は変わらない。だが月歩きになれば月の音は歪み、壊れてしまう。それにしても、人が音の塊だとは、迷信にしても魅力的な迷信だ。そして月森の巫女は、様々な調べを奏で、月の音を正しく澄んだ音にする役目があるという。月歩きで壊れてしまうと治せないが、様々な病を治したという伝承がある。祈祷による治療は珍しくないが、音を使ったものは聞いたことがない。彼女にも私の音が見えるらしい。なかなかいい音だそうだ。たまに奇妙なことを言うが、月森の巫女は皆現代的な思考を持ち、理知に富み、優しく美しい。
次の旅先にも付き添ってもらいたいものだ。これ麻生博士？射影機の実験とか試し撮りとかって言ってたけど、なんか麻生博士っぽい感じするよね。そうか。死者から見たら人は音の塊に見えるって面白いね。確かにね。名刺にしては面白いっていうのは確かに納得。神秘的だね。で、あれだよね。なんか、あやこちゃんだっけ？なんか、あの人はなんか仲が、ね、嫌いとか好きとかってなんか日記に書いてなかったっけ？そしてこの扉である。お、アイテムが。ん？これはアイテム、扉のこと？ああ、びっくりした。そっか。これは、ちょっと罠だね。開ける、調べる。お !20 個あ、これはちょっと、気づいたらラッキー的な？なんか強化できるかな？いや、強化はいいんだけどさ。いいんだけど、セーブしたいよね。純粋に。強化。あ、そうだ、ゼロ。せっかくつけたんだから、やっとく？そうだ、劇はね、もともと、あれ？劇はもともと最初からマックスじゃなかった、確か。ね。あ、全部は無理だな。まあ、いっか。間違えた。はい。25です。35じゃない？だね、ちょっと足りない。今ちょっとふと思ったけど。人形ちゃん29人も取ったんだね。そんないたんだね。まあ、取り逃しもあると思うけど。開ける！あ、開けちゃった。ん？なんか急に建物っぽい場所に、あ！上に続いてるの？あ、でもさ、月読み堂のさ、あそこ階段登ってた先もさ、こんな建物に続いてなかった？ってことは、ここを越えた先が月読み堂なのでは？とか思ってしまうけど。いや、でもさ、なんか、ね、人の形が死者から見たら音の塊に見えるって神秘的でいいよねってさっきも言ったけどさ。ね、いいよね。そういう、そういう設定がさ、浮かぶってすごいよね、ほんとね。ん？一本道？なんか聞こえる。カグラの音が聞こえる気がするんだけど。絶賛なんか、待ってます？聞こえるよ？で、そう、月の音ってさ、確か、その、ルカちゃんがピアノで弾こうとした曲も、月の音っていう曲名じゃなかった？なんか、音聞こえるんだけど、前の。でもなんか同時になんか、グニョングニョンってちょっと、いびつな音が入ってる気が。ん？扉？扉？あ、やっぱあれだよ。音聞こえるよ。よく回想シーンで流れる。でもなんか時々耳の左の耳になんかクチュってなんか気持ち悪い音が。これ大丈夫？抜けない？ねえ、老月神楽三列の皆様へ、何かのパンフレットが落ちている。本日月はみ堂にて老月神楽を行います。22時までには必ず神楽場にお集まりください。老月神楽の上演中、月はみ堂の門は閉じられるため出入りはできなくなります。月はみが始まるとされる0時からは、月食かな、席を立つことは極力お控えください。なお、神楽に参列される方は修験道にて面を受け取り、必ず面を着用していただくようお願いします。はっ、だだだ、急に、はい、どうも、はい、チーズ。5人いる神楽殿に入る奏でたち。いや、だからさ、未だにちょっとよく分かってないのが、向こうが神楽殿なの？でもさ、老月神楽と鬼雷号って別なんでしょ？
私の認識では老月神楽も5人の奏と1人の器で、キライゴも5人の奏と1人の器が必要なのかなっていう認識なんだけど、違うのかな。別の場所でね、だって老月神楽は長四郎がね、実際中に入って一緒に見てたわけでしょ。でもそこにはいなかったわけでしょ、灰原とか。え、他の場所で同時刻にキライゴをやってたっていうわけじゃないの。あー、セーブ、ありがてー助かった、これで死んでもいい死んでもいいっつのもあれだけど、オッケー。なんか起きるかなね、ここ地下深くなのにね、なんかまあ外何も見えないけど、なんか普通にここだけ見たらね、どっかの建物なのかなって思うけど、いやでも灯籠の淡い光が好きだな。扉の向こうから音が聞こえる。この音聞いたことがある。老月神楽でしょ。あ、開けられる。え、開けなくていい。まだあるよね、先ね。調べた方が良かったかな。どうだろう、どっちが正解。行き止まりだよね。もうここもでかいもんがある。大丈夫、戦闘になる。はっ、ワンつったけど、なんか壊れちゃっていけない場所が結構あるね。あ、フィラメントパイセンが、え、取れないじゃん取れないよ、あれあれかな、反対側から来るのかな。でもあれだよね、なんかこう大切なシーンとかって、あ、調べる。大きな門がかけられている。あ、門じゃないな、これなんていうんだ、鍵、鍵じゃないね。はい、ってことで調べてきました。カンヌキだったなんか聞いたことあるけど、大きなカンヌキがかけられている。なかなか見ないね、感じでね。この壁すべてが扉になっているようだ。カンヌキは重く全く動かない。え、ここは、ここが本当の入り口？もうなんかブニョブニョ聞こえる。こっちはなんかあれかな、また別の入り口なのかな。もうここしか入る場所ないもんね。もうすっげえ音が大きくなってる。何があるんだろう。あ、消えた。あ、この場所、あれだよね、月読み堂と似てるけど、ここは、ここが老月神楽やった場所か。だよね。あれか、あの井戸の下は別に違うんだ。最初井戸の下かと思っちゃった。はっ！この観客席的な。あれ、ここ外？これは神楽の舞台。あ、割と地下に来たと思ったけど、割と外に、あれかな、なんか山の中を貫いてきた感じ。とりあえずアイテムとりあえずアイテム。いやでも人形茶のささやきをマジで撮った記憶がない。え？共通なのかな？強化レンズって。え、どうなんだろう。まあ、録画ね、見返せば、前回のね、ルカちゃんの時に、持ってたっけって確認はできるんだけど、降りれない。降りれないね。ここが老月神楽の場所？すごい風の音が。あ、なんかフィルムがあるね。フィルム？映写機？かな？フィラメントはそんな反応なさそう。これ、なんか。あれ？何もできない。裏側通ってくのかな？あれ？通れないよ。あれ？あそこか。そこ降りるのね。まだ、まだルカちゃん編終わらないでしょう。まだだと信じてるよ、私は。
な、3人可愛い子じゃんだけど。待って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 、みこちゃん、みこちゃんとみこちゃんが、みこちゃんとみこちゃんだよね。みこの方と、かなでの方が。え、あれかな、とうのさん、とうのさんかな、ご先生。いや、待って、どうしよう。3対1だよ。とりあえず走り抜ける。走り抜けたい。バカ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 、危ねえ、マジ。いやー、待って、3人。いや、待って、いや、セーブしたからちょっと足変わるけど。待って。これはあのなんかすぐ飛んでくる人をやっつけた方がいい気がする。バカ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 バ、いやいや、あー、速い、あの人速いな。どう、この子速いね、この子ね。あー、速い、めっちゃ速い。なんとか、ヘイトフレーム、シャッターチャンスがいければみんな巻き添えできるんだけど。めっちゃ速い。ひるんでる間に、ひるんでる間に、近い、この人がさっき早かったのか。どんどん来るよ、どんどん来るよ。もうゼロを惜しみなく使っていこう。オッケー。もういいよ。ちょっと。はい。はい。あ、来ない。バカバカ。マジキスマジキスいって、近い。もう乾いてる間にチャージが間に合ってないけど、右から来い、来いんだけど、もう急に来る。あれ3人いる、待って、嘘、やばい、あれさっきやつけなかった、これもしかしてやばい、この日はだけまずい。ちょ、取っちゃうよ。ちょ、チャージが、まあ、チャージが、連射でいけん。早い、マジ早い。ねえ、なんか復活してる気がするんだけど、気のせい。この人怖い。え、強くね、マジ強くね、待て、これ戦い方合ってる、もう鏡石しかないよ。バカ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 、あれさっき試しだっけ、あれしたか、油断ならない。ちょ、バカ下から来る、ちょ待て、どうしよう、マジやばい、待て、下、やっぱ足元から来てるわ、なんかニョキしてるわ、ちょ、ほらニョキしてるわ、え、取っちゃっていこう、 3人当たる、2人当たった、あの人かな、あれ取っちゃう、ちょっとほい、あれちょっと耐えてんな、どうすりゃいいんだ、ちょっと取っちゃうよ、あ、動いてないと足元から来るわ、ほい、あ、やったっぽい、
オッケーオッケーオッケー。視界に入ってれば、まあまあまあ。あ、来ないんかい。あ、バカ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 、マジやばい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 。ピンチだよ、とてもピンチだよ、とてもピンチだよ。バカ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 、左から左から、え、来るんかい。バカ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 、え、強くない、マジ。あ、もう釣る、下から下から来ないで。もう鏡しか、え、待って、強くない、マジで。どうすんの。ちょ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 、だから消えたら、バカ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 、早いんだって。消えたら足元から来るから、え、全然もう回復力全然足りないんだけど。ちょ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 、強くない。もうセーブがある理由分かったわ、本当に。ちょ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 、待て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 、はい、消えるのずるい、消えるのずるい、で足元が来るんでしょ。ああ、マジ強くね、マジ強くね。もう一人もう一人、はい、私の回復薬が私の回復薬が来ないんかい。この後よ、下から来るのずるくない、マジでマジでずるくない、マジでずるくない。え、全然そんな食らわないとはいえ、だから、もう、は、走ってなきゃ。おい、ああ、おい、え、さっきさ、一人やっつけた気がするんだけど、え、川で5人？ああ、やっと超ギリギリ、待ってよ、死んじゃうよ、マジで。私はあの日祭りの最中に連れ去られ、この奥にずっとずっと奥、深く深く、そうだよ。やっぱね、ここの奏でだった5人は、まだ知らないんだよね。なんか詳細とかはね。待って。ボロボロなんだけど。マジ死んじゃうんだけど、ちょっと。マジ強かったな。なんかもう足元からさ、射撃構えてると、あれかわせないもんな、あれな。ずっと構えてたらいいってわけでもないし、でもみんなバラバラでね、数がたくさん3人いるときはね、みんなバラバラのタイミングで来るから、なかなか攻撃にも転じられないし、ね、なかなかあれだね、ちょっと、必ず最大チャージとかじゃなくて、積極的にもう取っていかなきゃダメかもしんないね。アイテムあるかな？あ！人形ちゃんの声が聞こえるよ。ん？上かい？あった。人形の呪いを解いた。え、マジきつくない？マジきつくない？ほんと。ねえ。とりあえずセーブさせてくれるかな？結局ね、なんか、なんだろう。もっとこう、なんか仮にやり直しをしたとしてもね、クリアできない可能性もあるもんね。いやー、五神水三つ見事に溶けたね。三つあれば、ちょっと安心かなとか思ってたけど、全然そんなことなかった。アイテムとかはなさそう。だね。え、もう敵出てこないよね、今。今ダメだよ、マジで。あれ？つか、次どこ行くの？あれ？次どこ行くの？もっと奥とか言ってたけど。あれだよね、月読み堂だったよね、あの映像は。あれ？あっち扉、あ、あるわ。え、マップ。あ、あるわ。こっちがわかんないな。一応セーブしとくか。ね。え、帰れるかな？無事。
ここでなんかちょっとひょっこり霊に一体遭遇してやられちゃうみたいな。あの戦闘待てんのちょっとやだね。きついね。いや、マジドックンドンクしてる。やべえ。マジやべえ。今はダメよ。今は襲ってこないでね。今はダメよ。来ないで。今取り込み中です。はい。万葉岩。万葉岩交換しとく？もう安牌で。ねえ。まあ、とりあえず一回今回この辺にしましょうか。ね。はい、ということで今回もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。いや、こうやってドクドクしながら終わるの初めてだね。ねえ、やっぱり後半になって容赦なくなくなってきたのかもしれない。まあ私が下手くそなのもあるかもしれないけど。はい、ということで次回ものんびりとやっていきましょう。以上、暗黒者でございました。バイバーイ、ペロペロー。